職人が魂を込めて鍛え打つ研ぐ、切れ味と美しさが特徴の越前打刃物。700年の歴史と伝統の技はここ福井県越前市で今もなお息づいています。今回は越前打刃物の奥深い世界へと皆さんを誘います。職人歴60年、現代の名工清水正治さんです。これは日本古来の火造り鍛造技術。鍛え打つ鋼は自分自身の鍛え、一つ一つに魂を込めて成形していきます。鍛造というのは一番大事な、持続性が出てきて長持ち。清水さんの作る包丁は硬さとしなやかさ両方を兼ね備えます。匠の技が究極の切れ味を生み出す、それが越前打刃物なのです。越前打刃物を身近に感じてほしい、産地では職人に指導してもらいながら包丁作りを体験できる施設があります。体験と侮るなかれ、鍛造も研ぎも全て工程を自分で行うコースもあるんです。今回は料理包丁作りにチャレンジ。職人の先生に指導してもらい作業を続けること6時間。大丈夫です。はい、完成です。これで完成です。自分の名前も入れて世界に一つだけの包丁大切に使います。越前打刃物は今現代のライフスタイルに合わせさらに進化しています。スタイリッシュなステーキナイフに、こちらは可愛くて便利なレターオープナー。いや、思わず色違いで揃えたくなりますね。そうですね、ユーザーさんの好きなカラーをですねここで選んでいただいて、生活空間を豊かにしてほしいと思います。商品はヨーロッパなど海外へと渡り、越前打刃物の可能性は無限に広がっています。匠の技と職人の思いに触れる越前打刃物、皆さんもこの地でその心を感じてください。難しいね。